翼レコーズの人気グループ3組からなるボーイズユニットツバダン。兄貴的存在、友情、努力、音楽のキューバーズ。男性版青春派グループザ・スーパーフルーツ。真面目型おふざけ集団ヨガヨナラ。この3組がラーメン激戦区岡山で激うまラーメンを食べ尽くすため結成したのがツバダンラーメン部。はい、ありがとうございます。はい、回を重ねて、11回目となったんですね。ありがとうございます。おります、変わり立ち変わりね、メンバーが。はい、今回は2人が食リポをしてくれたようですが、はい、うん、岡山の今日のラーメンどうでしたか？いや、今回もめちゃめちゃうまかったですね。めちゃめちゃうまかった。だからお二人がかわいそうです。今日ロケ行けてないんですもん。行けてないですから。かわいそう。もうかわい、そんなかわいそうって自信深いみたいな。それぐらい美味しくて美味しくて、めっちゃ美味しかった。あ、そうなんですか。もう VTR 見てて何をとやじりたくなるような V ですかね。絶句してしまいそうな。じゃあ絶対にだな。絶対じゃない。惑わさないですからね。紛らしいこと言いましたかね。はい、それではお二人 V 振りをお願いします。それでは VTR スタート。倉敷市ことぶき町にやってきました。はい、倉敷にやってまいりましたけども、はい、今日のラーメンはこちらでございます。厚めでホロホロの神チャーシュー、二郎インスパイア系ラーメンです。はい、神チャーシュー、神チャーシュー、これ楽しみ。チャーシュー大好きだからね。神チャーシューってワードだけでもう美味しいんだけどね。二郎インスパイアラーメンらしいけど、はい、二郎はありますか、食べたこと。僕は初めてです。デビュー。二郎デビュー。二郎デビュー。って言い慣れてないから、確かにね、二郎って言っちゃうくらい初めて。ちなみに僕も二郎デビュー。あ、じゃあ一緒にデビューしましょう。はい、楽しみです。今回僕たちがお邪魔したのは麺の虎次郎 Z、曲がり営業、路地裏営業を経て去年10月に現在の場所に移転オープンしたお店です。まだ新しいですね。すごい内装。こんにちは。こんにちは。今日僕たちこんなキーワードをもらってやってきたんですけど、はい、こちらの麺の虎次郎 Z さんではどんなラーメンを提供してるんですか？はい、そうですね、当店は二郎系のラーメンとなっておりまして、一応太麺で歯ごたえのある、ああ、ほんで野菜の量と背脂の量は選べて、はい、お腹いっぱいになるようなラーメンとなっております。太麺なんですね。はい、太麺ですね。大好きです。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ選べるんだ。そうなんですね。一応野菜の方も少なめからマシマシまで、油の方も少なめからマシマシまで、本当だ。こちらの方はもう無料で選べ、無料、無料となっております。じゃあマシましょうよ。野菜増し、はい、増しましょうよ。野菜増しですよね。野菜増しですよ、もちろん。野菜増して、じゃあ油普通にする？確かに、普通で。かしこまりました。はい、はい、ほら、お作りします。お願いします。ということで、今回僕たちが注文したのはラーメン並盛りの肉増し。骨からしっかりと旨味を出した特製スープに合わせる麺は職人がこだわり抜いて開発した太麺。そこにもやし、キャベツ、ニンニク、背脂、チャーシューが乗ったボリューム満点のラーメンです。あ、もやしもね、もやしも山のようですね。すごかったです。うん、本当に。うわー、これマジかで、神チャーシューなんですよ。神チャーシューですね。これがもう、うわ、すごくない？すごいね、すごい。ちょっと初めての、初めてのです。すごい、ありがとうございます。美酒がすごいですけど、山盛り。なんか僕ラーメンに対して初めてかっこよさを感じてる。え、かっこいい。ありがとうございます。すごいですね、はい、うわ、かっこいい。憧れる。匂いもいいのよね。あのもやしの匂いと、この最高。食べましょうよ。こう食べちゃいます。じゃあまずスープからいただきます。はい、いただきます。どうぞ。うん、どうだ。濃くてうまい。うわ、もう僕好みのスープっす。うわ、じゃあ球体も食べてみて。いただきます。どうでしょうか。最高。ガツッときますわ。ありがとうございます。ありがとうございます。助かります。助かります。めっちゃ美味しい。いや、助かります。こんなガツッとくるとは。これスープこだわりとかあるんですか？そうですね、
一応あのガツンとくるようなインパクトのあるスープを目指して開発しました。すごい、めちゃめちゃインパクトあります。ちょっと待てないんで麺いっちゃいます。いきましょう。どうぞ。探せないんですよ麺が。すごい、もやしが麺にたどり着かないですねこれ。掘っていく感じね。そうです。あ、来た。あ、もやしだった。もやしだった。そう、こういうことがあるんです。なるほど。いっちゃいます。一口でも食べ応えですね。太麺でめちゃめちゃもちもちしてる。うまい。最高。いただきますね。止まらないな。いないですね。上にいっぱい。すごいよ。だってこんなにマシマシにしてくれてんだもん。そうですよね、野菜マシマシ。ね、いただきます。たどり着いた。すすりたい。もっちもち、最高。ありがとうございます。コシもあって、うわー、美味しい。すごいな、これずっと食べてられるね。ずっとずっと食べてられる。ずっと食べてたいです。本当ずっと食べてられる。何を、めっちゃ美味しい。麺ずっとすってられる。これ麺はこだわりは絶句しました。そうですね、わしわしもちもちとした麺を、はい、開発していただきました。はい、さすがでございます。じゃあちょっと最後に肉をちょっと、僕の大好きなチャーシューをいただきたいと思います。ガツンと最高ですね、炙られて分厚い。これ分厚くて、この1個入ってるだけでもすごいのに、1、2、3、5枚入ってます。最高。絶対肉増しで頼んだ方がいい。いいな。すごい、ね、すごくないですか、ね、この厚み。いただきます。優勝。完全優勝。ありがとうございます。すごい。歯ごたえもいいし、めっちゃ、ほんとだ、ほろほろ。これ、うん、ま、チャーシュー箸ですくっただけでちぎれるぐらい柔らかいんですよ。これは何かあるんですか？そうですね、一応長時間時点で煮込んで、はい、あとこちらでも調合した返しの方で突き込ませていただいてますね。返しでつけてるんだ。はい。で、僕の人生でナンバーワンチャーシュー。おお、めちゃめちゃ美味しい。ありがとうございます。ありがとうございます。助かります。はい、ありがとうございます。助かります。本当に神チャーシューだわ。神がかってる。これもう毎日来ちゃいますね、これ。あ、ありがとうございます。お腹いっぱいにもなるし、はい、行きましょう。お、うん、行け。締めガチャお願いします。カンペがございます。いやだよ。だよっていう手があるやだよ。逃げられましたね。ダメでした。いや、これ締めガチャやんですか。メンタルやられるんですよ、これ。こんなに楽しく食べてるのに。本当にナース。いいよ、じゃあやりましょう。いけ。うわ、なんだっけ、私が忘れたな。いや、結構これ怖いね。無理なんだよ。難易度が全然違うからね。え、ん、何これ。でも九太郎得意、はい、赤ちゃん言葉で締めコメント。あー、赤ちゃん言葉。いいや。まあでもこれはいけるんだ。赤ちゃん言葉ちょうだい。それ聞きたいですよね、赤ちゃん言葉。でいきますよ。麺がもちもちでキュインキュインなのら。きつ、俺30ですよ。何を、きついだろ。きついだろって言うな。聞いてらんないわ。おい、聞いてろ。僕も赤ちゃん言葉は。マジ頼むよ、お手本見せて。お手本とかないから、もう。でもなんか誰が喜ぶんですか、僕の赤ちゃん言葉。誰も喜ばない。上手そう。ほっぺが落ちちゃいそうだ。ね、ほら、ふざけんなよ。マジで。赤ちゃん言葉じゃないから。じゃあ教えろよ、この赤ちゃん言葉の締めの正解を。何が正解だよ。いやー、勝つわ。口悪い。
いや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 、いやはず。ラーメンはすっごく美味しそうだったんですけれども、美味しそうだった。しめがちゃ、赤ちゃん言葉ってもうちょっとなんとかでちゅとか、おいちいでちゅじゃない、おいちいでちゅかなと思ってた。赤ちゃん言葉でしょ。なのら、キュインキュインって何、キュインキュインって初めて聞いた。あれちょっとクーリングオフしていい。いやいやダメですよ、ダメですよ。あれちょっとナノラ、どういう意味があるんですか。ですね、深く聞きたいですね。深く聞きたいですね。いや、あの赤ちゃんあやすときに、キュインキュインってやるじゃないですか。やらないですけどね。やらないし、赤ちゃんあやすときの言葉、自分の赤ちゃんじゃなくて涼介さん言葉、涼介言葉で、キュインキュインしてるねっていう。キュインキュインしてる、テンション上がりますよ。赤ちゃん言葉、新しい言葉としてちょっと使わせていただきます。赤ちゃん言葉を喋るシチュエーションがなかなかないけど、なかなかっていうか全くないけど、人生どうで、ナノラって言ってました。はい、ナノラ、はい、それ何ですか。そんなに深く突っ込まないでください。出来としてはご自身的にどうですか。出来何点、今回出来ですか。全然もう10点くらい。すいません。謙虚ですね。ラーメンはどうでしたか、改めて。いや、めちゃめちゃ美味しかった。あの本当にチャーシューがホロホロしてて、まあ、あの割り箸で掴むために落ちちゃうぐらい、そんなに柔らかい。そうでしたね。すごい美味しい。この夕方のお腹が空いている時間に神チャーシューのドアップはダメです、そうですよね。もう本当に美味しそうで、これ今あの映像でねご覧いただいている写真が肉増し1490円なんですけど、はい、肉増しにしなくても並盛りで990円で、はい、ね、チャーシューが入っていて野菜は入れても入れなくても増し増しにしても0円ということですから、もうオーソドックスなバージョンでももうお腹いっぱいになりますね。満足感が麺もね、もちもちっとしちゃってましたね。太麺美味しいんだ。太麺美味しそうでしたね。今もう食べたいですもん。もうまだ食べられる、まだ行けます。毎日とじゃなくて終わってから行けない、倉敷まで。本当にボリュームがすごい。ちょっと行ってみたくなりましたね、うん、野菜の量とかいろいろカスタムできるのが楽しいですよね、うん、やっぱり油の量とか、うん、そうそうですね。上乗ってたのはね、もやしの上背脂でしょ、あれ。そうそうそう、たっぷり乗ってました、ね、ガツンとパンチが効いていて、あのデビューされましたけど、二郎系どうでしたか。二郎系デビュー、うん、めっちゃハマっちゃいそう。今まで行かなかったのがなんか不思議です。なんかあ、これまでのも取り返すくらいの素敵なデビューになりました。よかった、ありがとうございます。デビューしていただいてありがとうございました。じゃあ改めて店舗のおさらいを言っておきましょうか。はい、倉敷ことぶき町の麺の虎次郎 Z です。来月中旬には総社店もオープンするそうですよ、うん、ぜひ食べに来てください。はい、倉敷市ことぶき町ですから、本当に倉敷駅から、うん、もうまあ、東側になると思うんですけども、徒歩1分ぐらいというかね、歩いてすぐのところですから。でこの外観ですからね、黄色の建物ですから、これ目立ちますよね。目立ちますね。ご覧のような営業時間となっておりますので、興味のある方はぜひお越しになってみてください。まあ、岡山のラーメン、美味しいラーメン本当にたくさんあるんですが、もうどうぞ改めてどうですか今日の。最高だった。だから、マジマジで行きません。本当に行きたくなりました。マジ、はい、もう行きたくなりましたじゃなくて、マジで行きましょう。行きましょうね、みんなで行きましょう。行きますね、行きますね。放送で公開約束させられてる。本当に行きますからね。本当に行きますからね。倉敷まで、まあ、このコーナーではもう岡山の美味しいラーメンもいろんなジャンルの、ね、うん、クオリティの高いお店があるっていうのが岡山の魅力の一つですから、うん、この後もね、これから掘り下げていきたいと思います。まだまだありますからね。以上、つばだんラーメン部でした。